かつて人間は海に青春をかけた。七つの海にはロマンと野心、冒険心と光明心が炎と燃えて激突していた。そして今、西暦2200年の若者は宇宙の海へ挑む。そこには我々の想像を超えた世界が待ち受けているのだ。我々は敵の勢力圏内に突入した。したがっていつ何時ガルベストンが襲ってくるかわからない。いいかみんな、一瞬たりとも油断することのないように。ところで遅くなったが、先日アシモフ司令の艦隊が久しぶりに故郷からの便りを運んできてくれた。各自係の者から受け取るように。あんまりはしゃぎすぎて任務に支障のないようにな。以上だ。どうやら我がミラセは今年も大豊作のようだ。バディ、俺の親父が君によろしくだ。嬉しい。今度は私からお手紙出そうかしら。おい、これを見ろよ。地球を出てから生まれた俺の甥っ子だってよ。まあかわいい。目のあたりがチーフにそっくりだわ。あ、そうか。俺もそんなにかわいいか。何言ってんだ、そんなでっかい赤ん坊があるかよ。おい、ムツ、お前の手紙はいつものようにおふくろさんからだな。あ、うん、もちろんだよ。前略、ようやく夏の暑さも峠を越し、しのぎやすい気候になってまいりました。その後、お前も変わりありませんか。地球から遠く離れた宇宙での生活は何かと苦しいことが多いと思います。あいつ、お袋の手紙を読むときがこの世で一番幸せそうな顔してるぜ。
まもなく偵察隊が敵艦隊の上空に到着します。奴らめ、一体どの程度の艦隊を送り込んできたのか。急げ、一刻も早く基地を完成させてくれ。艦隊上空一宇宙距離にガルベストン偵察機発見。何？敵艦隊接近、敵艦隊接近。第一戦隊離陸終了後、第二戦隊はタッキング上から滑走路へ侵入せよ。ゲロアッツカンバーグラジャランリアン発射。包囲38、敵速0コンマ8、実戦オールグリーン、目標撃破マイナス0コンマ3、2、1、0。やりました、撃墜しました。よし、直ちに警戒を厳重にするようラガーガードにも伝えろ。アキチーム発進、警戒態勢に入れ。アキチーム発進、警戒態勢に入れ。エンジンスタート、発進スタンバイ。待ってくれチーフ。どうした、カイ。そいつの姿が見えない。何？この野郎、何をしてるんだ。アキチーム発進、警戒態勢に入れ。アキチーム発進、警戒態勢に入れ。ムツさん、ムツさん、何をしているの。出撃だ！ムッツさん！アキ、何をもたもたしてる？すいません、ムッツのやつがまだ。一体何をしてるんだ？おい、ボルタ、お前のチームが行け。なんとか言ったらどうなんだい。お前はね、俺たち空きチームの名に泥を塗ったんだぜ。恥を知れ恥を。えムツ、一体何をしていたんだ。正直に答えろ。くそ、お前みたいな沼と一緒じゃ命が戦っても足りねえぜ。さっさとな、大倉さんのところに帰っちまえよ。カイ。これが偵察隊の送ってきた敵艦隊の写真だ。予想以上の規模だ。俺と戦うには十分な作戦を練る必要がある。だがその前にまず、現在この惑星球に向かっている先発隊を叩かねばならん。例のバトルマシンがそこにいる。ジャクソン、この役目は君に頼みたい。しかしローチャー、テレス司令の対応はしっかり頼む。何を言っておるのだ。テレス司令はまだ我々に対する指揮権を持とうとはしないではないか。ならばジャクソン艦隊発進。ジャクソン艦隊が出撃していきました。戦うしか方法はないのか。戦いの中からは何も生まれてこないというのに。
今朝ムツさんのところには誰からも手紙が来なかったのを私知ってるんです。それなのにムツさんたら自分で自分にこんな手紙を書いたりして。ムツのやつなんでこんなことをしたんだ。それは私の知る限り、ムツさんには補給船が来るたびに必ずお母さんからの便りがあったんです。それがなぜか今度に限って。そういえば香川、ムツとは少年学校で同期だったんだってな。はい、宇宙要塞での訓練期間もずっと一緒でした。一人っ子のムツさんにとってお母さんの便りは何にも増して心の支えになっていたんだと思うの。その頼りが今度に限って来なかったってな。ショックだったんだな。そうでなくても若い連中はガルベッソンとの決戦を目前にして異常に緊張しているんだ。早く何とかしなければ。君に頼みがある。ムツの面倒を見てくれ。私が？今それができるのは君以外にはいない。頼む。事情は俺から艦長に報告しておく。前方惑星球まで18宇宙キロ。見ておれ、戦いとはどんなものか教えてやる。わかるもんか。ふるさとのお母さんのこと。君でしょ。はい、これ。はっ、ダメよ、としたりなんかしちゃ。あなたの大事なお母様からの手紙でしょ。ムツさん、元気出して。みんなあなたのことを心配してるのよ。俺のことを？そうよ、私たちラガーチームは全員一体ですもの。こちらウォルター、前方に惑星発見、探査に向かいます。了解、直ちに秋チーム、キーチチームを応援に向かわせる。頼んだぞ。はい。秋チーム、キーチチーム、直ちに惑星探査のため発進せよ。秋チーム、キーチチーム、直ちに惑星探査のため発進せよ。ムツさん、私たちも行きましょう。ムツさん。キーチーム、アキチーム、カガとムツ以外スタンバイ完了。よし、ムツはカガに任せて先に行け。了解、キーチーム、アキチーム、発進。ムツさん、今からでも遅くはないわ。さあ、早く行きましょう。許してくれ、俺とてもそんな気になれない。何を言ってるの。この手紙自分で書いたんだ。手紙の来たみんなが羨ましくて。いつでも必ず来る母さんの手紙が来なかったんだ。きっと母さんに何かあったに違いない。ああ。ムツさん、しっかりして。手紙の来なかったのは何もあなたばかりじゃないわ。それに本当にお母様に何かあればもっと早く知らせが来るはずよ。お、救助信号だ。アキ、惑星上で誰かが助けを求めてるぞ。了解、こちらも今信号をキャッチした。急げ、ウォルター。了解。驚いたぜ、ガルベッソンの探査船と戦車だ。救助信号は残骸の下敷きになって動けない戦車から出てる。どうする、アキ。敵といえども救助を求めてるんだ。助けてやれ。分かった。
残骸を取り除け。戦車のハッチが開くようにするんだ。地球のバトルマシンの連中です。まんまと罠にはまりおった。ウォルター、そのまま救助作業を進めろ。俺たちは上空を警戒する。隊長、バトルマシンの数が足りません。何？データより2機不足しています。チャンスだ。攻撃開始。うわっ、うわっ、どうなってんだ。しまった、罠だ。行け、バトルアタッカー。こちら機、ガルベストンの奇襲を受けました。くそ、空には逃げられないし、二人はバケモンがいる。一体どうすればいいんだよ。パティ、やられっぱなしでもいられないだろう。どうやって行く？ついてこい、パティ。ざまあみろ。パティ、ウォルターチームの援護だ。了解。ムツさん、何を迷ってるの？あなたはお母様を愛してるんでしょ？あなたはお母様にいらっしゃるふるさと地球を守ろうとは思わないの？そのためにみんな戦ってるのよ。私は行くわ。待ってくれカガ！俺も行く。俺、カガと幼友達だし、ラガーメンバーだもんな。急ぎましょう。これじゃいつか本当にやられちまうぜ。おう、遅れてすいません。ムツ、よし、15人揃えばこんな奴には負けない。ウォルター、キッズ、大長になるぞ。よし、ビッグマン、ダイナマーファイティングフォーメーション、オン。Yeah! それが、それが
物。俺だってラガーチームの一員です。迷惑かけた分は取り返します。アキ、油断するな。しまった。はぁ、反応があります。上空 7.5 宇宙距離に敵艦隊が接近してきます。やむを得ん退却だ。テレス司令、もはやこれ以上ローチャーたちを放っておくわけには参りません。彼らの指揮権はやはりあなたがお持ちになるべきです。ご決断を。バトルアタッカーのやつ、後から来たカワとムツに気がつかねんでやんの。そうさ、お前がバトルアタッカーの剣を弾き飛ばしてくれたおかげでさ、俺たちが優位に立って、それでやつを簡単に始末できたんだもんな。ね、チーフ。何言ってんだ。俺たちリックラガーがあの怪物にどれだけ追いかけ回されたか。そうよ、ムツ。今度はあなた方のチームが逃げ役引き受けてよ。悪いと思ってるよ。ムツ、郵便係がすまないことをしたって言ってたぞ。他の部隊の頼りの中にお前の手紙が紛れ込んでしまったんだそうだ。はい、ムツ安夫様、お袋さんからだ。よかったな。ガーター名もない花をいたわるように見知らぬ命守れるか。旅に出るとき送ってくれた君の言葉を忘れない。星から星へ、人から人へ、溢れる想いを幸せを雪に変えて伝えたい。君の心を伝えたい。ガルベストンとの抽選交渉のため、伊勢は一人原始惑星へ向かった。だがその裏には、ローチャー隊長の卑劣な罠が潜んでいた。飛行艦隊ダイラガー15、必死の海中合体、お楽しみに。